はい、どうも皆さんおはようございます。今日は2019年の2月の27日、朝の4時7分です。よろしくお願いします。この後ね、始発でスタジオ、シルバーのスタジオに移動するんで、ちょっと1時間ぐらいかな、1時間半ぐらい喋ります。はい、スイス、ただいま。寒いね。めちゃくちゃ寒い。冷えるな。はい、ワードツ。おはよう。エアコンないと寒いな。めちゃくちゃ寒い。エアコンないのきついね。なんか室外機のガスがもう入ってないらしいね。ガス切れだって。ガス補充したらまあ良くなりますよとは言われたけど。ほんでいいコインありがとうございます。サンキュー。入れてない。まあこれくらいの温度だったら多分いけると思うけど。
今日の夜エアコン使わなかったらヒーター入れてあげよう。真冬だったら釈迦死んでるな。電熱器もないよ。あのエアコンしかないから、エアコン止まったらもう普通の温度、寒い。楽しいよ。こたつ最高だよね。こたつはいいよね。布団と机と電気ヒーターをミックスするっていうすごい発想力だよな。誰が考えたんだろう、こたつって。あれ日本発祥でしょ。こたつはいいよね。海外とかでもありそうだけどね。布団と机をミックスするってすごいよね。わかる。こたつで寝たい。っていうかこたつを広げられる部屋、広い家が欲しいよね。早っ。相変わらず早っ。前も前のところに住んでんのかな。今でも同じ場所に住んでんのかな。マジで？あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。マジだ。ずっと同じ場所にいると思ってたわ。全然帰ってねえな。何年帰ってねえんだろう。まあ帰る予定なんかないけど、もう縁切ったから7年8年ぐらいか。おい、エクスパンド、おはよう。あれなんかニュースになってなかったっけ、なんだっけ、バンクシーの絵が印西牧の原市の公園にバンクシーの絵があるわけねえだろバカ野郎っていうね。あれどう思った、あれ印西牧の原。あー、そうなんだ。なるほどね。知ってる、印西牧の原の公園にあのバンクシーのなんでバンクシーが印西に来るんだよって来ねえわって。今知ったの、なんかニュースになってて印西の牧之原の公園にバンクシーの絵が描かれてるってざわついて、で行政、本物なんじゃないかってなって、で行政はいや落書きは消しますよって言って、ネット民がバンクシーの絵を消すとは何事だとか言ってクソ騒いでんの。でドレさんっていう配信者もそれについて、あれは間違いなくバンクシーの絵だとか言って、すげえ面白かったんだよ。あれ笑ったよな。もう本当だったらロマンあるよ話だよね、うん、コンティニューコインありがとう。あれをなカメラで撮りに行きたかったんだよな、バンクシーの絵を。
もう撤去されてんだろうな。映像も写真もな、公開しながらやりたいんだけどな、なかなか厳しいよ。コンティニーコインありがとう。おやすみ。寝るの、うん、寝る前に投げてくれたのね。ドワンゴやばいね。資本金1億円まで下げたって言ってたもんね。資本金を下げるってどういうことなんだろう。内部留保してるお金を下げるって意味なのかな。資本金を下げるってどういうことなんだろう。ちょっとよくわかんないな。このまま完全オワコンだからな。まあでも正々堂々としてて好感は持てるけど、ダメな時はダメっていう会社でちゃんと経営やってんだなって。全部機材向こうだよな。
2月はバッタバタだったな。やばい、体力の衰えが半端じゃないよ。体力が持たない持たない。FX は俺やったことないもん。FX とか株とかもう手出さないと思うよ、一生涯。理想だけどね、部屋の中で一人で引きこもって生きるためのお金を稼ぐって。でもね、ただのでかい賭場みたいなもんだからな。資本家じゃないと勝てないよ。OST で止まってるかな？ OST だっけ？もらった CD で止まってるね。まだ書いてんの？流していいの？放送で。流していいの？いいの？さあ、どんな感じになったかな。みんなこのサイト使ってるよね。あれ？出てこねえな。え、何も出てこないけど。真っ白だけど。曲がないよ。曲が。曲がないけど、トラック？ないけど。どういうこと？どういうこと？いや、ブロック入れてないよ。アドブロックとか入れてないよ。何も出ないけど。更新して。え、何も出ないけど、翻訳なんていらないでしょ。いや、何も出てこないね。アルバムもないし、プレイリストもないけど、何もないね。他のページ見てみる？俺のアカウントだもんね。何も出てこないよ。なんだこれ。あ、サイトがバグってんのか？ Sorry, something went warning。 よくわかんない。流れないね。そっちは出んの？なんだろう。出ないな。なんだ。まあいいや。ダメだな。今日も絶好調だね、エクスパンドは。メルちゃんも今日は絶好調だね。でしょ？
サイト落ちてるよね、多分ね。俺だってこのサイト他の人見れるもん。あの普段なんだっけ、なんていうの、サウンドなんとかでしょこれ。サイトが落ちたんでしょ。枠にすると現れるあのネトウヨたちは何なんだろうな。コテハンだと出てこないんだけど、変なやつ多いよな。サウンドクラウドか。寝たな、俺。はい、こんばんは。あ、さっきの話じゃないけど、うつ病の根本的な解決、まあまあ俺もうつが完治してるわけじゃないからあんまり言えないんだけど、あのね、根本の原因を解除することをゆっくりでいいから考えた方がいいかもしれない。なんか結局俺的にはなんだよ、これ医学的な話じゃなくて俺個人の感覚の話なんだけど、なんか人生でうまくいってないのって大体やってることを間違えてるからだと思ってて、でゆっくりゆっくりその自分が納得できる形に変えていったの。あの人との折り合いのつけ方とか仕事の考え方とか、どうやって生きていくかとかで、自分が求めてるものとのズレが大きいとやっぱり心にダメージが溜まっていって、で抑えきれなくなるって溢れると不満とか不安とか恐れとか納得いかないこととかがバーって溢れてくると、うつ化していくって思ってるのね、自分で見えなくなるぐらいまで。だからそう、のストレスをためないっていうのかな、その生き方とかで自分のその心のバランスを取れて最高のパフォーマンスが取れるところでコントロールできるようにするっていう、うつを治すんじゃなくてうつにならない状態を作っていけばゆっくりゆっくり戻っていくと思うよ。なんかさっきうつ病のね、なんか対処法みたいな話がコメントにあってあんまり拾わなかったけど、タイミング的に。だからなんだろう、生き方を整えるじゃないけど、そこが大事なんじゃねえかな。
殺意みたいなものはないな。若い頃はあったけど、殺意が湧くことってあんまりないよね。年取ってくると丸くなっていって、許容範囲が広がるっていうのかな。なんか若い時に許せなかったことが許せるようになったりするんだよね。だから、なんか殺意みたいなものはあんまり湧かなくなったね。でもそれって怖いことで、なんかこう、何かを作ろうとか何か行動しようっていう理由がなくなってるような気もするんだよね。そう。だから、なんだろう。誰かを殺したらダメだと思うけど、誰かを殺したくなるぐらい憎いっていうパワーを何かに消化できるやつは強いと思うけどね。心の中の尾崎豊を抱えてるやつの方が強いよね、やっぱね。心に、みんな男の子だったらいるじゃん、尾崎豊が。だんだん尾崎はいなくなっていくんだよね、心の中の尾崎豊は。おお、久しぶり、元気？健常者が健常者に見えないからな。健常者が異常に見えるからな。障害者っていう言い方も何だろうね、どうなんだろうっていうのは思うけどな。いや、もともとどこに住んでたか知らない。引っ越し先言われても。おしゃれなレンズ？え、何レンズって。一眼で撮ったみたいな配信。いやいや、これは思いっきりウェブカメラですね。 ただのウェブカメですよ。ただ、映像の作りが照明を作り込んでるんで、照明だと思いますね。そう、だからライト消すと別に普通の配信だよ。でしょ？ただの暗い部屋で、鮫島さんみたいな配信になるでしょ。ライティングっていう技術で、まあ赤を消すこともできるし、これだと、まあライト、フィルライトっていうの、
フィルではないのか、この位置だと。ライティングっていう技術ですね。そうですね。だから輪郭が、人物が浮き出るようには、はい、してますね。これは機材は一眼レフで撮ってないですよ。一眼レフはここにあるんで。だからこれを一眼で撮ったらさらに綺麗になるだろうね。照明はカメラの性能よりも照明の方が僕は大事だと思ってますね、コストパフォーマンスがいいと思ってるのは照明。なかなかあの映像やってないと分かんないけど、α7 III ですね。僕はいろいろ迷った結果一眼レフにしました。めちゃくちゃすごいですね。ISO感度がやっぱり拡張で20万までいけるのかな。ISO 感度20万、6400の ISO とかでも全然ノイズが乗らないんで、やっぱりセンサー開発してるメーカーだけあるなっていう。ただまあ暗いところで明るく撮れるっていうのはそんなにわかんない。俺アルファから入ったんで、結婚式のエンドロールとかでも、ああ現場で使われてますね。ウェディング関係でも使われてるし、普通に撮影現場、ミュージックビデオとか、あの普通に一眼でもう導入されてますよ。すごいっすね。使い勝手がめちゃくちゃいい。だからいい時期にカメラ始めたなと思って。α7 が発売された当初に買ったんで、1週間ぐらいで。最高。バッテリーはどれくらいだろうな。2時間持たないぐらいですね。あと一眼レフの欠点はやっぱりあの法律の関係、関税の関係で30分しか連続撮影できないんで、その2点のデメリットを外したらまあまあまあ、ブラックマジック、4K の方ですか。ブラックマジックは、ブラックマジックつけてってなんだろう。ありがとうございます。あの映画監督を志してるものです。映画を作るのを志してます。もしよかったら、ど素人ですけど。ブラックマジックはカラコレ、なんだろう、わかんないな。あー、あれか、これか、これか。そこまでやらないな俺。からこれか、これか。あー、使ってないです。やるとしても照明見て色温度で目でやっちゃってますね。ホワイトバランスとか。からこれはホワイト撮るぐらいですね。あんまり本当はやんないといけないんだろうけど、そこまでやる、本当はやらないといけないんだけどね。あの機材がずれた時にやるっつうか、いろんなメーカーのとかだったらやるかもしれないけど、どうせ後であのダヴィンチリゾルブでガチャガチャにいじっちゃうからいいやとか思って、なんか厳密にそこにあんまり、なんだろう、忠実に再現しようみたいなのは僕はないっすね。なんかそこは素人臭くていいのかなとか思っちゃって。でもスタッフさんにはやってくださいとは言われてますよね。やっぱ先生にはあの厳密にはやるんでっていう、あの僕の先生がやっぱプロなんで。あ、ダヴィンチやばいっすね。僕逆にあのアフターエフェクトとかあのプレミアとかを使ったことがなくて、最近導入したんですよ。でなんでかって言ったら、今始めるなら何から覚えた方がいいですかって言ったら、やっぱ最先端はダヴィンチだっていう話 でプロの現場でファイナルカットも使ってないしって、ほぼまあプレミアプラスアフターエフェクトの構成だから、逆にダヴィンチ覚えてたら
グレーディング作業を覚えたら絶対現場で重宝するはずなんでって。で、今シフトしてる若い人が増えてるっていう。でもまあグレーディングに特化してるっていう感じですね、使ってる感じは。えぐいですね、色味が出るのが。S ログっていうログデータで撮ってるんですけど。そうっすね、そうっすね。やっぱダヴィンチは優秀っていうか、色味を考えた時にすごい可能性があるっていう。ファイナルカットは YouTuber が多いっすね。ファイナルカットはやっぱその、なんだろう、YouTuber が多いって感じかな。やっぱなんだろう、 Apple 開発なだけあって、なんつうんだろう、その体感で作れるというか。はい、わかつ。僕はダヴィンチ結構気に入ってますね。やっぱ色彩感覚がちょっと独特なんで楽しいっすね、やってて。いや、面白さが分からなかったら見なきゃいいんだよ。面白いと思うところを応援するのでいいんだよ。なんだろう、ダヴィンチは追い込めるっていうのかな。色味を追い込んでいくっていうか、もう色味特化型というか。まあだから、アルファで、機材がアルファでダヴィンチで、で、今欲しいアイテムが、浪人の S が欲しいんですよ。で、ジンバル使ってっていう。もうだから最先端っすよね、めちゃめちゃ。ああ、ブラウザバック社。ありがとうございます。結構ここの枠はテレビのドキュメンタリー作家さんから、ミュージックビデオのプロから、映像をバリバリやってる人多いっすよ。業界の人すごい多いっすね。ジンバルっすね。あ、そうです。昨日初め、おととい現場でアルバイトもさせてもらってんすよ。リスナーさんの紹介で現場知りたいって言って。で、オスも使って、やっぱジンバルいいなって言って、オスも使いましたね。やっぱいいっすね。そうです。スーツは買ってないよ。これはもらいもんだね。通学だね。あ、iPhone のジンバルか。あ、どうなんだろう。iPhone でジンバルまで行くと、なんだろうな、予算組めないから、俺はそこはやらないかな。
iPhone で動画撮るっていう、すごいですよね。でも iPhone X とかになると、東京で仕事してた時、和田さんみたいな監督、どういうことですか、僕みたいな監督って無理だね。今のペースで言ったら当たる、無理。あと1年じゃない、1年半あるよ。まだ半年しか経ってないよ、当たる。まあ、今のペースで言って、はっきり言って無理。妥協して予算カットでもう低予算で作るんだったらいけるけど、今の iPhone えぐいっすね。編集には2ヶ月半3ヶ月ぐらいで、ほら時間あるじゃん、働いてねえから。引きこもりゃいいから、編集では2ヶ月半3ヶ月でいけると思う。編集スピード的にはそれも2人でやるから、作業分担してやるからいけるとは思うんだけど、2ヶ月半のスケジュールで。問題は撮影にこぎつけるかどうかっていうのが最大の悩みかな。なんかコメント書いてあったけど、なんか3億当たったらしいじゃん。すげえな。なんか草コインで3億当てたって聞いたよ。本当なの？当ててねえのか。いや、なんか3人ぐらい書いてたよ、コメント。当たるが草コインで3億また当てたぞ、当てたぞっつって。デマか、デマかねえ、書いてたよね。いや、当たる前回数千万稼いでたから、なんかまあ本当なんだろうなとか思って勝手に思い込んでたけど、近かったんだ。まあ当たるならワンチャンあるだろうと思ったけど、違うんだ。大体さ、ジャストミート当たるの、なんだっけ、俺がかっこいいって言った、学園ものの方のさ、映画さ、あれどれくらいのスパンで撮ったの？あの規模で。この照明あれっすよ。ただのスタンドライトっすよ。3000円で普通に中古で買ったのと、あとアマゾンで買ったクリップのこういう照明っすよ。完成、映像の照明じゃなくて、これ1600円で買った。こういうクリップ式のこういう照明に赤い下敷きかましてるだけですよ。赤い下敷きをフィルターにかましてるだけ、これは、だから低予算で遊んでるだけです。ガムテープでバミって半年で全部終えたんだ、すげえな。1年後は10億、1億いく。ああ。だから、照明とかも照明じゃないんですよ、僕が持ってるの。写真の撮影とか、自分の現場っつうか、もうひどいっすよ。こんなんすよ。懐中電灯を。フィルライトに懐中電灯を、バックライトに乾電池の非常用とか、こうやってひどいでしょ。金がないからこういうことやってます。 笑いません。もうプロとかのモデルさんとか失笑するレベルでしょ。こうやってやってますからね。ごめんなさいっつって、金ないんでっつってこうやってやってるよ。もうほんと恥ずかしいよね、ドン・キホーテで買った懐中電灯とかだから。こうやって懐中電灯絞って距離でこうやってこうやって、それでこの懐中電灯で撮った写真どれだったかな。一番最初はだからもう工夫してやってたよ。持ってるもので、で街中で撮影してたんだけど、一眼レフカメラ下げた若いカメラマンの人が声かけてきて、これなんていう機材ですかっつって話しかけてきて、こんな撮り方してる人初めて、これなんて機材、なんてメーカーだとか言い始めて、いやこれドンキで買った懐中電灯ですって言ったら爆笑してたよ。面白いねって、君面白いこと考えるねっつって、これをなんつうの、雲台だっけに挟んで固定して撮ってた。
はい、窓つ、うん、配信は 24p ですね。はい、フレームは、うん、あ、何の話だろう、 24p って、うん、フレーム数24っすよ。そうですね、フレームはまあパソコンで落とせるんで、フレームは5とかにできますよ。懐かしい。カク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 動くっていう、うん、あのなんだヤフーチャットかみたいな。昔の配信企画でやります。昔の配信の企画で配信やりましょうよ、こうやって。ヤフーチャットですよ。ヤフーチャット。はい、皆さん、こんにちは。映像、ぬるぬる動いてますかって。どうもーって。ワドでーすって。劣化させることは容易にできるから。まだ、あ、色味を落とさないと再現にならないか。色味を落とさないとね。まあ、フレームね、フィルムの企画でやってるけど、まあこれくらい配信で出れば十分でしょ。うん、シネスコープとか入れたりね、無駄に。おはようございます。それいくらですか？え、どれですか？それっていうのは。どれですか？値段。それってどれだろう。まあまあ予算じゃないよね、やる気だよね、わかるよ、うん、やる気だよな、うん、完全にそうね。ごめんね、ちょっとあの LINE 返しながらでコメント拾えてなかった。懐中電灯いくらだったかな、両方で1万円ぐらいだったね。ドン・キホーテ買った。ドンキで買ったね。懐中電灯こっちが高かったね。これがなんかルーメンが、これね、旅配信やってる時に、心霊配信やる時に買ったやつで、ルーメンが強いのはこれだったね。で、こっちが多分床に置けるタイプ、これがなんか腰にぶら下げて照明にしてて、こういう風に持ったりとか、俺ベルトに挟んでたんだけど、これ便利なのが、こう三脚みたいにカパってこう置けて、角度をこうやって変えられるの、当てる。これはね、結構でも、あの便利だね、うん、配信ぐらいだったらこれくらい全然心霊配信、そのなんつうんだろう、部屋の角に置いて仕込んで、わざとちょうどいい部屋の感じ、これ真っ暗になるじゃん、で部屋の角とかにこう当てるとちょうどいい、その仕込んでおけばちょうどいい、なんだろう、心霊配信っぽさっていうの、これくらいの、そのもう見る人が見たら明らかに仕込んでるじゃんってわかるんだけど、ぶっちゃけた話、心霊配信はこれくらいの明かりを灯して
で、スマホで撮影するとちょうどいい感じに背景がボケるっていうか。これはそういう使い方してたね。この懐中電灯。これ4000円ぐらいだったかな。これはいいと思うね。電池はすぐなくなる。2時間、3時間。それのもっと長いやつ、正当な理由がないと持ち出し禁止？え？どういうこと？いや、そんなことないでしょ。いや、全然そんなの聞いたことないけどな、俺。そうなの。でも今 4K とか 8K とか出てきてますけど、トランスフォーマーとか見てたら CG が半端なくて、CG 感が半端なくて見れなかった。いやいや、 4K とか 8K っていうのは、何て言うんだろう、画質の問題だから。トランスフォーマーは単純に CG でそれをやってるだけであって、ちょっとごめんね。今業務連絡。お住まいは監督ですかがちょっと意味が分かんないです。どういうこと？お住まい監督ですか？懐中電灯すぐ電池なくなりますね。で、何だったっけ？何の話だっけ？マグライトはドンキーになるからって話じゃないか。これ？そうなんだ。持ち歩けない？でもぶん殴る用じゃないかな、これ。これマグライトっていうの？これただの懐中電灯だよ。まあ警備員がもともとこうやって振り下ろすための武器だからね。トンファーみたいになってるもんね。そういうことか。関東ね、関東ですね。新宿です、僕住んでるの。西新宿5丁目に住んでますね。ツイッターに詳しい僕の住所を書いてあります。いや、照明ありきですよ。照明ありき。カメラの性能は、下手な一眼レフを買うよりも iPhone の方がね、いや、一眼レフは全然性能いいけど、コンデジを買うぐらいだったら iPhone でいいっていうのが僕の持論ですね。コンデジはいらないっていう。家賃6万っすよ、ここ。コンパクトデジタルカメラ、今必要あるのかっていう。iPhone すげえ性能いいからね。iPhone っていうか、まあ他のメーカーもすごい性能いいけど、iPhone で十分だよ。まあデジタルズームになるとノイズが走るから良くないかもしれないけど、そこは照明でカバーするのがいいんじゃないかな。新宿はかっこいいっすね。ダンジョンっすね。地下は。マジでかっこいいっすよ。あれ多分俺思うんだけど、新宿ってこれ核シェルターだよね。マジな話すると。要は都庁から新宿地下に潜れるって、これ核シェルターとしての役割何かしらあるはずだよ。まあ「シン・ゴジラ」でもそういう描写あったけど、
あ、いや、だから軍事的な理由でわざと複雑に作ってるんだと思いますよ、これ。これ勝手な僕の憶測ですけど。わざと行政が分かりづらく作って、ゲリラ戦になった時とか、勝手に妄想してますね。ないとこんな複雑な作りにしないもんな。マジの、ただ普通に本当にダンジョンを作ったんだと思いますけどね。違うのかな？どうなんだろう。じゃないとあんな一定間隔置きにシャッターとか入れないと思うんだよな。俺廃墟大好き。やりたい。廃墟のロケがあるんだけど、1日レンタル40万とかなんだよ。あ、違う。40万か。で、すっごい廃墟があるの。もう有名な廃墟が。やりたいっすね。あ、6本のやつダメなんだ。これ4本ですね。うん。へえ。僕のは4本だから大丈夫だ。6本からはダメなんだ。まあ、それも言いがかりだと思うよな。廃墟多いの羨ましいよ。田舎の方がロケーションいいからな。写真とか映像やるんだったら田舎の方が全然撮りやすいと思う。東京なんかゲリラ無理だもん。田舎だったらゲリラなんか全然言われないでしょ。写真撮ってても別に、へえ、写真好きなんだで終わりだけど、東京なんかすぐダメだよって出てけって言われるからね。悲しいよね。田舎に引っ込もう。ある程度稼いだら田舎に引っ込むわ。例えばさ、さっきの、タイムラプスっていう動画の中にあったんだけど、実はあれ、映画の撮、えっとね、ドラマの撮影現場のタイムラプスなの。だから、ドラマ一人にこんだけ人がね、人手がいるんだっていうシーンがあるから、ちょっと繰り返しで申し訳ないんだけど、実はね、後半ね、映画の撮影偶然被っちゃったんだよね。40人ぐらいで撮ってたかな。すごかった。40人か50人ぐらい撮ってたんだけど、ちょっと見てみようか。こんな感じだよっていうのが、わちゃ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 人がすごい動いてるから。中盤のシーンに出てくるんだけど、とか、東京の夜景が出るシーン、俺の家の近所なんだけど、歩いて1分ぐらいのところなんだけど、この辺ね、映画とかドラマの撮影よくやってんだよ。ロケーションが良くて。この次のシーンかな？こう、橋の上にずっと撮影してんだよ、これ。この人数だよ。役者さん2人で。ブワーって人いるでしょ。40人ぐらいでやってたよ。今のシーン。だから何時間やってたかな？ 5 分のシーンにもう10時間ぐらいずっと張り込んでたもんね。大変だよ。ああ、廃墟ゾクゾクしますね。廃墟とか路地裏とか大好きっすね、僕。いや、本は売れないよ。ユダヤ人の言葉で、本だけは売るなとか、本だけ、要は、本だけは財産だっていう。知識は財産だって。お金とか家とか家具とかは燃えてしまったりなくなってしまってもいいけど、本だけは大事にしなさいっていうのはユダヤ人の教えなんだよね。本だけは絶やすなって。ドラマ、そうっすね。地方の廃墟は空き家はタダで使えますよ。役所も何も言わない、宣伝してって言ってくれます。フィルムストックだっけな、フィルムストックっていう仕組みがあるんですよ。一般の人は聞き慣れないかもしれないけど、検索してみようか。フィルムストックだっけな、フィルムストック、ちょっと待ってね。
フィルムストックで検索、え、フィルムストックだっけ、なんだっけ、じゃあフィルムストックじゃなくて、フィルムコミッションだっけな、なんだっけ、フィルムなんだっけ、誰かいない映像関係の人、フィルムなんだっけ、フィルムストックじゃなくてフィルムコミッション、コミッションなんだっけ、フィルムコミなんだっけ、フィルムコミッションかっていうね、仕組みがあるの。あ、フィルムコミッションだ、ごめん。フィルムコミッションっていう仕組みがあって、これどういうことなのかっていうと、各地方自治体にあのロケを教えてくれるの。こういう撮影場所がありますよっていう、映画のロケ情報マップとかロケ情報、フィルムストック、フィルムコミッションっていう仕組みがあるのね。で、ロケ、ロケ、フィルムコミッションだね。例えば関東で行ってみようか。ほら、こういうロケ現場がありますよっていう。まあ、関東、あのね、栃木とか茨城の方がいいって聞いたな。関東、関東ブロック、関東ブロックそんなないな。北海道とかだとどんな感じなんだろう。写真が出てこない。ダメだこのサイト。廃墟いいよね。廃墟でプロモーションビデオを撮りたいな。おはよう。コンティニューコインありがとう。おはよう。そう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 。学校とかね。需要まあまあテレビ関係だろうな。あとはまあ映画。テレビと映画だよね。まあドラマと映画だよな。まあもともと廃墟になってるのを宣伝に。まあね、映画が当たったりしたら、ここロケ地ですよって売り出せるわけだから。牛久の病院で CM 撮った。あ、業界の人なんですね。なるほど。ぜひぜひ、なんか、もしよかったらフォローしてください。いろいろ教えてください。使ってない病院いいですね。牛久にあるんだ、病院。地方はね、取り放題だからいいよな。東京は世知辛いよ。もう5時か、そろそろ行こうかな。映像いろいろ撮りたいな。なんかその配信も一応映像関係ではあるじゃないですか。ふわっちと同時配信ですね。何時間ぐらい作業するんですか。何をかな、映画の話かな、シルバーの話かな。何時間ぐらい作業っていうのは主語がないと分かんないな。何を、俺さ違うんだよね、分かるんだよ、みんながこうパッパパッパコメント主語を省くの。あのね、俺喋りながら急に不意に来るからラグがあるのよ。で20秒前に喋ったこと覚えてないの、その癖になってて。だから なんていうのかな、感覚的に言うと漫談とかライブとかラジオとかやってる時にいきなりスタッフから何時間ですかとか言われても、何のことってなるんだよね。シルバーの作業はね、だいたい3時間ぐらいかな。いや、映像と音はいいですね。今からシルバーのスタジオ行くね。そうそうそう、写真ね、いいよね。地方はいいよね。だからロケーションを撮るのか利便性を撮るのかっていうね。東京は撮れないよ、なかなか。だからジンバルが欲しいんだよね。違うんですよ、僕アスペルガー症候群っていう病気を持ってて、主語述語がないと、っていう、要はニュアンスが曖昧なニュアンスが分かんないっていう、完全な持病の問題なんですよね、これは。要は曖昧なニュアンスの言葉を汲み取れないっていうね。
ジンバル買ったら、まあジンバル持って動き回ってる分には、まあ言われないはずなんで。ジンバル買った方がいいですよね。9万か。まあ浪人エースあったらもう何でも取れるもんな。なんかテストっていうか趣味で、こう仕事と全く関係なく、なんか新宿の街並みとかを紹介する。なんか地方とかから新宿来るじゃないですか、バスだから。で、こういう遊び場があるよとか、こういう街だよみたいなプロモーションビデオ、新宿のやつ撮ろうかなと思ってて。ああ、映像やってる人にアスペが多いんですよ。多分。発達障害の人多いんですよ。CG 映画の方が向いてるような気がする。多分 RCA 入ると思うよ。入れると思う。学生とかに見せるような内容じゃないから。映像が小さく見える？俺の放送？ああ、それはね、シネマスコープっていうと、これ入れてるからですね。こうやってやると、映画って必ずこのサイズでやるのには理由があって、なんでかっていうと、焦点が広いと集中ができないんですよ。絵が広いと情報量が広がるから。だから、俺の顔とか俺の映像に集中してもらうために、この線を入れてるって。わざとやってるんですよ。映像が小さくなるのは。ありがとう、バカありがとう。ポケットオスも流行ってますよね。でも、僕はあれですね。一眼で撮りたいですね。せっかくアルファ買ったんで。コンティニューコインありがとウルトラマンセブンとかカメラの動きかっこいいんだよな。カメラワークが斬新なんだよな。ウルトラマンが上からジュワッドーンってこう着地するじゃん。ダーンって。で、その時のカメラが上からダーンって降ってきて、このウルトラマンの股から下から煽りで怪獣が見えるっていうワークがあるんだけど、めちゃくちゃかっけえと思って。その、 考えつかねえわ、こんなの。こうウルトラマンが着地した股に怪獣が下から煽りで見えるっていうさ、遊んでるなーっていう。あのカメラワークめちゃめちゃかっこいいんだよな。やりたい映像たくさんありますね。地元に帰ってきたからクソみたいな仕事しかない。まあまあ、ブライダルですよね、基本は。わかりますよ。基本ブライダルですよね。アルファセブン優秀っすね。本当にいいタイミングでいい買い物をしたなと思って。アルファセブン優秀っすよ、本当に。綺麗ですね。4K で撮ったダウングレーディングっていうのをやりたいんですよね。今全部フル HD で撮っちゃってるんで、4K で素材を撮って、それをダウンエンコードか。ダウンエンコードかな。理論があって、なぜか知らないんだけど、フル HD の画質があるじゃん。で、フル HD を撮るよりも 4K で
4倍広い絵で撮ってギューって圧縮してフル HD にした方がなぜか映像が綺麗って、あれ何なんだろう。エンドロールとかフリーならめっちゃ稼げる。ブライダルはまあまあ金落ちますよね。あれなんであの現象って起こるんだろう。でもね、配信でも同じ現象やっぱり検証したら起こったんですよ。これが多分 DVD よりも一回りでかいぐらいのやつなんですよ。ちょっとこの映像を見ててね、これが DVD よりもちょい一回りでかいんだけど、これフル HD にするじゃん。フル HD にして圧縮するとやっぱね画質綺麗なんだよね。これなんでなんだろう。ただやっぱ重たくはなるんだけど、綺麗でしょ、さっきより綺麗でしょ。あ、ラグるな。だからちょっとずれるけど、あ、遅いな。やっぱ CPU が重たいけど、うん、綺麗だよね映像。これ分かんないと思うけど、うん、ずれてる。ちょっとカメラ戻しますね。なんでこの現象が起こるんだろうな、不思議なんだよな。違うよねやっぱね。そう、このまあ部屋の中で色味とかがあれだから、情報があれだから分かりづらいかもしれないけど、映像やってる人だったらすぐ分かるんですよね。ギリギリヌルヌル動いて軽くて高画質を目指してるんですけど、分かった？あとね、同じカメラの規格なんだけど色味が若干違ったりするんだよね。映像もう一個追加してみるか。出てんのかな。同じ性能の同じカメラでなんでここまで個体差があるんだっていう。解像度どれくらいで出すか、うん、あ、ノイズ走るな。やっぱ照明とか絵作りって大事っすよね。こっちの設定コントラスト強めに出してんのか。でも全然違うもんね、うん、だからこれが表現だよね、映像表現。ダメだ、パソコンがポンコツだからあれだ、持たない、 CPU が持たないね。そうね、やっぱ映像は勉強して配信に使える部分は、だから愛子さんとかひどんながこの部屋来た時、この部屋で撮ると綺麗って言ってたよね。フィッシュアイでもまあ配信はフィッシュアイ気味、広角気味にしてますけど、ブリオっていうカメラがウェブカメラであって、それさらにワイドなんですよ。ただあの配信向きではないですね。要は被写体が小さくなるんで顔の表情がどんどん撮れなくなっていくんですよ。だからリアクション芸ができなくなっていくんで、あの今ブリオ使ってないですね。もっとワイド、あの90度だったかな、もう部屋の端に置いたら全部映るみたいな、うん、映像は気にしないけどノイズ走る。それは暗いからだね。あの光の光源がなくなると、これを明るく持ち上げるとノイズが絶対発生するの。今やってみようか。これをね擬似的に明るくすると、ここじゃないな、どこだ、ホワイトバランス、鮮明度、鮮やかさ、どうだろう。暗くなれば暗くなるほどノイズが走るっていう原理だから、どこだろう。あ、でもそんなにノイズ出ないな、そんなに出ないね。あれ、あ、ライトか、分かんなくなってきた。マイクのノイズは単純にあのパソコンは音を拾う機械じゃないから、俺はほらオーディオインターフェースって言ってこれをかましてるからさ、放送にこれ、この音を別で撮ってるから、だから音が綺麗なんだよ。あのパソコンにマイクを直挿ししちゃうと、パソコンの中ってCPU が動いてたりとか電気ノイズがバーって発生してるから拾っちゃうのよ、ノイズを。でもここに分離させてここで作ってるから
ここにマイクとイヤホン、ヘッドホン全部つけてるから、あの音は別で作ってパソコンに入れてるから綺麗だよ。そう、だからもう配信者って実はその音響、映像、演者、脚本、監督全部一人でやってるようなもんだからね。意外と優秀なんだよね。だから配信者はスペック高いよ。あの専門業に特化してるのが業界の人だったら配信者はもう何でも嫌だよね。だから現場とかで結構トラブルがあると、機材トラブルがあると結構分かったりするの。あ、あそこが原因だとか。普段やってるからだよね。意外と通用したりするからね。あの一人バランスがいいんだよね。一人で何でもやるから。そろそろ移動しようかな。電車乗るか。シルバー作りに行こう。じゃあ僕今から電車に乗ってちょっと移動して、あのシルバーのアクセサリーを作りに行くんで、一旦放送終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。ぜひフォローしてください。ツイッターもやってます。それじゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとう。Stand by me.